実は睡眠時間っていうのは人によってまちまちです。ただ、何時間っていうのはあんまり規定はできません。俗に言われるのは、大体一般的に言われるのは6時間から8時間って言われますけどね。それが最適だって言われるけれども、でもその人によっては、もう本当疲れが取れるまで寝るっていうのがすごい大事だし、で、寝ないとね、頭休まんないんですよ。で、それと、あとはね、セロトニンの関係ね。うつ病のことを語るのにセロトニンとか脳内物質の話って必ず出てくるんですよね。で、その中でもセロトニンっていう物質が非常に重要だって言われてて、で、まあ、それの量を増やすのにまず早寝早起きって大事なんですよね。良質なタンパク質を取るっていうのもそこ で夜寝て寝る前にね、メラトニンって今睡眠導入剤じゃないけど寝る前のサプリメントでメラトニンってありますよね。メラトニンっていうのはね、寝るときにこう眠くなってくるんですよね。でいっぱい出てきて、で朝方になってきてだんだんそれがなくなってきて、で朝日を浴びるとそれがパーってなくなっちゃうっていうわけじゃないんだけど、そういう分泌が抑制されるんですよね。でメラトニンっていうのがね、セロトニンっていうものに変換されるんですよ。だからぐっすりよく寝るっていうことと、朝早起きしてで太陽の光浴びるってすっごい大事なんです。それが日常その睡眠のサイクルを作ることにつながる一番大事なことだからね。でゆっくりもうとにかくね、脳みそを休ませるの、本当に 脳と神経をしっかり休ませるっていうのがすごい大事です。でそういう時にやっぱりメディテーションで瞑想したりとか、そういうので今ポジティブアファーメーションとかね、そういうなんだろう、まあ、前向きな言葉をこう暗示をこう入れたりとかね、そういったことっていうのも有効な手段の一つだっていうふうには言われてますけれども、まあ、そういうようなことをねやったりするのがいいんですが、ただ人によってはその音楽をかけながら寝てたりとか、あとなんか人が喋ってるものを流したりとかするとそれが脳みそを刺激になっちゃってしっかり寝れないっていうふうな、余計にストレスになるっていうこともありますね。だから真っ暗なとかね、もう本当薄明かり、心地いいぐらいの薄明かりのところでしっかり寝れるっていう環境を作るのがとっても大事だと思いますよ。有酸素運動、最後にちょっと質問させていただきたいんですけども、どんな運動がいいのか、有酸素運動に対して、で1日何分ぐらいするのがベストなのか、まあ個人差もあると思いますが、平均な人の対応策で教えていただけたら嬉しいです。みんな一般的にね、僕らが運動を進めるのは、これはうつ病に限らずね、週150分というふうに言われてます。これは血圧を下げたりとか、コレステロールを下げたり、血糖値を下げたりとか、そういうので推奨されてる時間ですけれども、それ以上にやってもらっても全然問題ないです。もうできる人は運動して、で1日1時間でもいいです。本当に自分が心地よい疲労を感じるぐらい、フルマラソンしてね、くたくたにもう限界っていうのは、それダメです。あと激しすぎる運動ね、そういうのは逆に神経が高ぶっちゃうし体にも負担になるから、あんまりそういうことはしないんだけれども、もうウォーキングとかでもいいです。スイミング、泳ぎでもいいですし、サイクリングでもいいです。とにかく安全で、で心拍数がまあ、大体100から120とかね、それぐらい高く上がるようなもので、やっててこう苦痛を感じない、寝る前ぐらいに1日の床につく前の間にね、あ運動して心地よかったな、なんか体が疲れてよく眠れるわっていうのがベストなんですよね。だから寝る前の激しい運動はダメです。先ほど朝に運動するのが一番好ましいみたいなのが出ましたけど、やっぱり運動する、まあ人それぞれお仕事の関係できないと思いますが、でも朝だったり昼間だったり明るいうちに運動して、で夜はできる限り寝るようにする感じの方が一番いいんでしょうか。うん、眠る準備をする夜は。で結構ね、睡眠習慣をつけるのにいつもと同じパターンをずっと繰り返してパターン化するっていうのが楽なんですよね。
もうほら歯を磨いて、寝る前って歯を磨いて、でその後何も食べないで、ちょっとなんかテレビ見て、で歯寝ようかなってベッドの中入るみたいな、それが毎日のパターンですってなると、そのパターンに入ってきた時、脳もあの習慣の生き物ですからね、人間は。だからその脳が、あ、これもうそろそろ寝るんだなって言って、こう睡眠モードに入るんですよね。で結構睡眠とかが乱れてる人、うつになりやすいとか不安症になりやすい人っていうのが生活乱れがちになってると思うんですよ、もうすでに。だからそういう風な状況から抜け出すっていうのはまず大事なんですよね。で朝の運動っていうのは朝起きるじゃないですか。でそれで体も活性化するし、でその時間にもう一気に体が起きるじゃないですか。それで日常のペースがつかめるようになりますからね。だから朝の運動って結構いいんですよ。これも結構言われることですね。それには賛否両論あると思いますけどね、栄養とかそういうことに詳しい人は。ただ一般的にそういうふうには、進めます。形としては進めますね。大変長々とありがとうございました。もうこれで最後になりますが、何か一つ日本の方、ハワイに住んでる人、日本に住んでる人にもし一言あれば、何か誠司さんからお願いします。どうぞ総括で最後のまとめの言葉をお願いします。僕はクリスチャンなんでね、そう見えないと思いますけど、でも聖書を読むんですよ。でね、本当に辛い時にやっぱりそういう、なんだろうな、まあ、別に聖書でなくてもいいと思うんです。もちろん僕もいろんな大宮和尚さんとかね、YouTube でそういうお坊さんのメッセージ聞いたりもしますし、ただ何かこう、なんだろうな、自分の力だけでなくて何かにこう守られて、意味があって人を生まれて生きてきてるんだよっていうことを常にね、やっぱり意識したいんですよね、してほしいなって僕も思うんですよ。でやっぱりハワイに住んでるって特別なことだし、日本に住んでるって特別なことだと思うんですよね。でやっぱりその中で現実しか見えない、今のこういう現実しか見えないと、もう本当に苦しくて、もう居場所がないとかね、先が見えなくて、もう死んでしまいたいと思うのは本当にすごくよくわかるんですよね、それはね。だからで一応ね、僕はやっぱりそういうことで聖書の言葉をちょっとシェアしたいなって思うんですよね。でこれはマタイの福音書って新約聖書の中に入ってるところからの抜粋なんですけども、11章の28節っていうところにね、すべてを重荷を負って苦労している者は私のもとに来なさい、あなた方を休ませてあげよう。これはイエス様の言葉です。神様、これはね、本当に自分が苦しいって思ってること、それを自分だけで抱えてないで神様のもとにそれをさらけ出しなさいっていう、一人で悩まないでっていうようなメッセージでもあるんですよね。もう一個ね、ピリピ人への手紙の4章6節、これも新約聖書からなんですけど も, それも何事も思い忘れてはならない、ただことごとに感謝を持って祈りと願いを捧げ、あなた方の求めるところを神に申し上げるがよい。これもやっぱり今のこの苦しい現状で助けてほしい、何とかしてほしい、どういうふうになってほしいっていうね、そういったことをもう率直にこれを神様の前に持ってきてほしい、自分でこうこんなこと願ったら罰が当たるんじゃないかとか、そういうことを考えずに、もう本当に神様の前にそういう言葉を自分の本当のね、自分の中の素直なことを神様の前に吐き出してくださいっていうようなことなんですよね。特にうつになる人、不安神経症になる人って、助けてってなかなか言えない人が多かったり、助けてって言えない状況だったりする方って結構いると思うんですよ。だから、まあ、周りの人にそれが言えなくても、せめて神様には言えるように、どこか心の拠り所っていうのを見つけてほしいなって思いますね。やっぱり聖司さんはクリスチャンということで、祈った時のやっぱり神様のやっぱ力っていうのはやっぱすごい感じられると思います。やっぱすごい
感じてくるものなのでしょうか、なんかやっぱエネルギーがボワって出てくるものなのでしょうか、実際神様と一体慣れた時はどうでしょうか。あんまりそういうサイヤ人、スーパーサイヤ人になるような感覚っていうのはないよね実際それはあんまりないけれども、ないんだけど、不思議とね、不思議となんかこう落ち着いたりとか、不思議とそのタイミングで何か与えられたりとか、あとはなんだろうな、自分の性格だったら絶対こんなこと言えないよな、言わないよなっていうようなことを思いついたりとか、そういうちょっと特別なことがあったりとかしますよね。で、本当にね、心が平安になることっていうのもあります。神様に祈ってて、あと一緒に祈ってくれてとかね、そういうことがあってっていうのはありますね。腑に落ちるっていうこととはまたちょっと違う感じなんですけどね、それはいろんな人も多分体験してると思いますよ。そうですね、本当にこの見てる方でもいろんなクリスチャンの方、仏教の方、いろんな宗教の方いらっしゃると思いますが、そうですね、本当に自分のことを見てくれる神様、そういった人たちを祈れて、で本当に、その恩恵をいただいてね、ポジティブに前に進んでいけたらいいなと思いますね。本当にありがとうございました。ありがとうございます。頑張っちゃダメなんです。頑張っちゃダメ。ありのままでもう本当に自然に行ければいいっていう感じで、本当そうね、それが一番ですね。かわいハワイツアーでは Facebook、Instagram、Twitter、アメブロをやっていますので、フォローをお願いいたします。詳細は下記のリンクから飛んでください。以上、かわいハワイツアーでした。